ヨハネによる福音書第12章。杉越の祭りの6日前にイエスはベテニアに行かれた。そこはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロのいるところである。イエスのためにそこで夕食の用意がされ、マルタは給仕をしていた。イエスと一緒に食卓についていた者のうちラザロも加わっていた。その時マリアは高価で純粋なナルドの香油一斤を持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪の毛でそれを拭いた。すると香油の香りが家にいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人たちに施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人たちに対する思いやりがあったからではなく、自分が盗人であり財布を預かっていて、その中身をごまかしていたからであった。イエスは言われた。この女のする間にさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人たちはいつもあなた方と共にいるが、私はいつも共にいるわけではない。大勢のユダヤ人たちがそこにイエスのおられるのを知って押し寄せてきた。それはイエスに会うためだけではなく、イエスが死人の中から蘇らせたラザロを見るためであった。そこで祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。それはラザロのことで多くのユダヤ人が彼らを離れ去ってイエスを信じるに至ったからである。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られると聞いて、シロの枝を手に取り、迎えに出て行った。そして叫んだ。ホサナ、主の皆によって来たる者に祝福あれ、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけて、その上に乗られた。それはシオンの娘を恐れるな。見よ、あなたの王が、ロバの子に乗っておいでになると書いてある通りであった。弟子たちは初めにこのことを悟らなかったが、イエスが栄光を受けられた時にこのことがイエスについて書かれてあり、またその通りに人々がイエスに対してしたのだということを思い起こした。またイエスがラザロを墓から呼び出して死人の中から蘇らせた時、イエスと一緒にいた群衆がその証をした。群衆がイエスを迎えに出たのは、イエスがこのような印を行われたことを聞いていたからである。そこでパリサイ人たちは互いに言った。何をしても無駄だった。夜を明けて彼の後を追って行ったではないか。祭りで礼拝するために登ってきた人々のうちに、数人のギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベッサイダでであるピリポのところに来て、君をイエスにお目にかかりにたいのですが、と言って頼んだ。ピリポはアンデレのところに行ってそのことを話し、アンデレとピリポはイエスのもとに行って伝えた。するとイエスは答えて言われた。人の子が栄光を受ける時が来た。よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るであろう。もし私に仕えようとする人があれば、その人は私に従ってくるがよい。そうすれば私のおるところに、私に使える者もまたおるであろう。もし私に使いようとする人があれば、その人を父は重んじてくださるであろう。今私は心が騒いでいる。私は何と言おうか。父よ、この時から私をお使いください。しかし私のはこのために、この時に至ったのです。父よ、皆が崇められますように。すると天から声があった。私はすでに栄光を表した。
そしてさらにそれを表すであろう。するとそこに立っていた群衆がこれを聞いて、雷が鳴ったのだと言い、他の人たちは御使いが彼に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声があったのは私のためではなく、あなた方のためである。今はこの世が裁かれる時である。今こそこの世の君は追い出されるであろう。そして私がこの地から上げられる時には、すべての人を私のところに引き寄せるであろう。イエスはこう言って、自分がどんな死に方で死のうとしていたかをお示しになったのである。すると群衆はイエスに向かって言った。私たちは律法によってキリストはいつまでも生きておいでになるのだと聞いていました。それなのにどうして人の子は挙げられねばならないと言われるのですか？その人のことは誰のことですか？そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらくの間、光はあなた方と一緒にここにいる。光がある間に歩いて闇に追いつかれないようにしなさい。闇の中を歩む者は自分がどこへ行くのか分かっていない。光のある間に光の子となるために光を信じなさい。イエスはこれらのことを話してからそこを立ち去って彼らから身をお隠しになった。このように多くの印を彼らの前でなさったが、彼らはイエスを信じなかった。それは預言者イザヤの次の言葉が成就するためである。主よ、私の説くところを誰が信じたでしょうか。また主の御言では誰に示されたでしょうか。こういうわけで彼らは信じることができなかった。イザヤはまたこうも言った。神は彼らの目をくらまし、心を固くになさった。それは彼らが目で見ず、心で悟らず、悔い改めて癒されることがないためである。イザヤがこう言ったのは、イエスの栄光を見たからであって、イエスのことを語ったのである。しかし役人たちの中にも、イエスを信じた者が多かったが、パリサイ人をはばかって告白はしなかった。街道から追い出されるのを恐れていたのである。彼らは神の誉れよりも自分の誉れを好んだからである。イエスは大声で言われた。私を信じる者は私を信じるのではなく、私を使わされた方を信じるのである。また私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私は光としてこの世に来た。それは私を信じる者が闇のうちにとどまらないようになるためである。たとえ私の言うことを聞いてそれを守らない人があっても、私はその人を裁かない。私が来たのは、この世を裁くためではなく、この世を救うためである。私を捨てて、私の言葉を受け入れない人には、その人を裁くものがある。私の語ったその言葉が、終わりの日にその人を裁くであろう。私は自分から語ったのではなく、私を使わされた父ご自身が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったのである。私はこの命令が永遠の命であることを知っている。それゆえに私が語っていることは、私の父が私に仰せになったことをそのまま語っているのである。